おはよう。ちょっとですね、あまりにも憂鬱なんで病院行ってきました。そしたらなんか病らしいんで、今日から治療します。パクシル飲んでる人いる？パクシル飲んでる人よかったら教えて。飲んでる？やっぱ楽になる？ちょっと今一錠飲んだんだけど、もう負けちゃった。病気は、病は気からと思って愛してたけど、もうダメだ。薬漬けになっちゃうの？俺ずっと言ってるじゃん、もう気だるいって、何もやる気が起きないって。あれ、あ、半面チョコありがとうね。ありがとう、半面チョコありがとうね。いや、配信者多いよ、本当に。みんないらっしゃい。もう、いわゆる、俺も今日からお薬さんなんで。わおばん、でもしょうがないね、もう。何もやる気起きないんだから。配信やらないと。あ、友チョコありがとう。ありがとうね。診断書はみんなに分かってもらうために。だからもうしばらくちょっとのんびりするからさ。いや、減らってるとかじゃなくて、ちょっと治療しないと。ずっとホテルにいるよ。パキシルだけもらった。ホテル暮らしもね、どうしない、なんかしないとねと思ってる。先生にやっぱいろんなことが重なってって言われた。離婚もそうだし、その配信の仕事のそのプレッシャーとか不安とかもあるって。なかなか一つのことじゃならないらしいよ。いろんな要素があって、だからもうあまり頑張らずに、自分を責めずに、配信も心に悪いしね。配信も飲まない方がいいの？いや、向いてないかもしれない。カウンセリング？いや、わかんないけど、とりあえずこれ飲んでみてって言われた。
だから一回これ飲んでちょっとでも毎日楽しくやれるようになれば、うん、したら俺もまた元気にやれるじゃん。ちょっと待って、俺タバコどこやったっけ、誰か知らん。ね、杖付けになるのが怖いけども、前内科行っても何ともなんなかったから、パキシルも2種類、あ、そうな。内科っていうか精神科行くっつってたじゃん。そうなんだし、だからうつでも遊んでても楽しくないんで、まあでも気紛れるかなと思って遊んでるけど楽しくないんで、うん、みんなも打つかもよ、うん、みんな打つだよ、そんな毎日さカリ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 病気だと思うよみんな、うん、余裕がないじゃん、余裕が、心に余裕がないじゃん、なんだかの病気だよお前は、俺そう思うよ。三浦雄星くんも飲んでるんだ、多いよね配信者。タバコ買いに行こうか。タバコがないから、みんなコンビニついてきてくれる？いや寝れないわけじゃないんだよ、憂鬱なんだよ、憂鬱。とにかく行こっか。ずっとな、やっぱ休んでても心配すると思ってさ、配信打つだよ、配信打つ。タバコやめると